まあ先月、正月一発目で1月の27日だったんですけど、えー、カズミファイ5改め、坂上おしさんと吉江輝さんに来ていただいて、えー、いや盛り上がったというか、何だったかよく分かんないね始まりになりましたけど、まあ今年もね2回目で、ちょっと私もちょっと思考を変えまして、今日は1人って形なんですけどね、1人でやるのここで、一度雪どけラジオの時毎週やってた時に、どうしても。 一人っていうのが50分ありましたけどね、詩を読むラジオの方じゃ初めてで今回ゲストがね、いろんな形でなしって形なんですけど、ねもう,もうあっという間ですね、今年も明けまして、もう55日経っちゃうわけですか、今日二24日ですから、一瞬で考えましたけど、55日早いですね、何なんでしょうね、この時間っていうのは、私もいい大人になってきたから思うのが、本当に嫌なことって長く感じるんですよね。 だけどこう楽しいこととか本当に嬉しいこととかいや私、は思うのが、ね、あのキャバクラとか行ってあともうお時間ですって言われる時のあれが一番悲しいですけどねあっという間の50分とか1時間っていうので嘘でしょみたいなだけどあのもう1時間じゃいようじゃないかってなった時に。 特に深夜の時間でこう押し迫っても日付が変わったぐらいになってくると私も年取ってきたんで余いが回るんでそうすると次の1時間って2時間に感じる時あるんですけどねあれはマジックですよねお酒と時間と自分の体のマジックっていうのがあるんだろうなっていうのはね時たも思いますけどねああ1時間でやめとけよかったみたいななんであいつ2杯も飲んでんだみたいなね帰りになったりする時ありますけどね。まあでもほんとねいいろいろな形で今年も あと今月がまあ今年はウルード市ですから29日までありますけど45日ありますけどこれ過ぎて3月になるとでも3月の頭10日ぐらいまでってこう大きくドカ雪って降るときあるんですよねで今年も今日からが1週間ぐらい寒いらしいんですけどこれ続いて3月のひな祭り過ぎたぐらいでもう降るときってあるんでね私も雪男ですけどね。 雪が今年は降らなかったので良かったなっは思ってるんですよ、都心の方うは、まあ。北海道の方とかね青森の方とか東北地方の方はね雪、毎日降ってるよみたいに言われますけど関東で本当、雪が降るともう首都圏って機能しなくなる時ありますからね、どっか雪が降るとで。今年はだからまだちょっと安心しちゃいけないんでしょうけどこれ降らなきゃね、まあねちょこっとパラパラっと綺麗にね。 あのひな祭り辺りに待ってくれると気持ちが良かったりするんでしょうけどねまあでもねこれ始めて今日で13回目第4第5の水曜日、えー、この時間2時から2時50分とやっててもう結局4月から始めて1年ですね第5が2回あった形スケジュール見ましたらだから13回になってますけど来月でもほとんど3月で1周年の形になりますけどね早いですね 1>, 1回目のゲストの方がイキルイさんつってあの作家の方でありライターであり映画のプロデューサーとかしてる方と一番最初の時は50分間太宰治訓というの話したのスケジュール帳見た時に「太宰治ムロン今時そんなの昼の2時から誰が見るんだみたいな聞くんだみたいな、ね、感じになりましたけどでもあれはあれでねまたイキさんもまたいつか呼んでみて今度違う形で。 あの方方もも珍しいでですよでも変な言い方ですけどね大学の卒論の時に太宰治でテーマで書いたっていうのもねなかなかそういう方もいらっしゃらないと思うんですがいるのか文学部とか出身の方は私なんかはねその辺分からないですからね私の場合はね,もうね4年生の大学で3年で潰れてるようなとこですからねそんなことは言えないような形ですけどね。 だけどあれですね本当いろんな方来ていただいて、まあ、映画一緒にご出演させていただいた先先月ですか2か月前になりますけどねあの木下さんだ小倉玲香さんだねあの森川凛子さんだ来ていただいて、まあ、そちらの映画もそうなんですけど、あのー、2つ映画の、ね、宣伝を最初にさ、ね、せてもらうか最初と最後にしておこうかなと思うんですけどね、えー、とこれインタレスティング・たけし監督の第2作目「スーパームーン」って言うんですけど。 こちらの方がねもう上映会が1月の26日に「ゆうつやアウトブレイク」でやって私も舞台挨拶一応させていただいたんですけどねいやなかなかこれ見応えがあるっていうかもう予告編見てもね綺麗な形で今、でも映画っていうのもこれだけね変な言い方低予算で今まで映画っていうとお金をかけて撮るっていうのが映画と思ってましたけど日本中いろいろな方がこうやって撮ってってそこから劇場の形、まあ、これも劇場で。 やるよううなな形でででですすけけどど小さいとこですけど大きいととここ大きにってなっててくんでしょうねだからこの間 NHK の E テレの方でやっぱ坂本淳二監督出てましたけどねやっぱその一発目どついたるねん作ってその時に「こけてたら俺もなかっただろう」みたいなこと言ってましたけどそのぐらいやっぱり劇場映画撮るっていうのは大変なことなんでしょうしねやっぱこういうのでみんな力つけて大きいとこにっていう形の映画ですからねこちら「スーパームーン」。 こちらの方3月18日金曜日7時からシネカフェ外、えー、こちらは10畳の方ですねで3月19日、えー、同じ場所なんですけどシネカフェ外で昼の1時から、えー、これ2回上映とで私18日の日はちょっと仕事入ってて出れないんですけど19日の昼の方はこれ舞台挨拶の方は私も、えー、出るような形になってますんでねこちらの方ちょっとあれですね予告編がありますんでえー、できますかお願いしたいんですけど スーパームーパムンの方から、ね、こちらの方行って見ていただけると7時から夜と、えー、19日土曜日が昼の1時からって形ですからね来ていただけると私もね本当にありがたくなるんですけどねまあでもあれですね映画映画に出させてもらうなんてなのは大きいとか小さいとか言い方失礼ですけど私自身考えてもいなかったですからね何年か前とかに。 前ちょこっとなんか出てたので大きいちゃんとあの劇場版の形で出てたのでちょこっとだけしか出てないんですけどテロップがちゃんと出ててそれを見てた映画の助監督の人がこの辺あった時にどこ出てたか分かんないんだけど最後のエンドロールで雪男さんの名前あったんですけど出てましたって言われた時にあれはなかなかすごいなと思ったんですけどねじゃあスーパームーンこれ予告編の方ちょっと見ていただけますかよろしくお願いします。 で、いおつきそないつもいつもおいらだけ」「屈だった」やる気あるの <music> 私の美貌はね男に尽くすためにあるんじゃないの男に尽くされるためだけにあるのまあ、ケンジも挨とだったらお客と枕を共にする気合でいけよさ、まあ、ざけんジこのバケモンが ひどいも何も世界中のイケメンは私に食われるために存在してるのよいやー最後のチャンス大城さんが出てくるのがまたこの予告編として素晴らしいですけどねこちらの方私も見たんですけどスーパームーンの方なかなかまあ本当ににんか心温まるような。 1>, 1時間のお話でファンタジー的な部分もありますけどねこれは月と話すみたいなそういうのがねちょっと見に行っていただけるともう一度言いますけど「スーパームーン」3月18日金曜日夜7時からシネカフェ外10条の方でこちらで上映しまして3月19日土曜日昼1時から「 シネカフソ外同じところで1時からって形になってます3月19日昼の1時からは私舞台挨拶さおとこの方も出演しますんで、えー、お時間の方いらっしゃったら足を運びくださいまた順次なんかいろいろとあるみたいでポスターができたっていうのをこの監督のインタレスティングたけしさんからメール頂い,いてるんで今度ポスターできたらここでポスター見したいなと思うんですけどなかなかかっこいいポスターでしたけどねえ当、ー、ね映画 なかなかね映画で私もね前忘れてました今日はここ死の番組でしたね、えー、映画で詩を作ったことがあるんですよこれね長いちょっと詩なんですけどね出しておきゃよかったですね映画映画とはね本当に人生だと思うんですけどねちょっと雪尾とこの詩の方聞いていただきたいんですけどね人生は映画だタイトルです人生は映画だ監督は自分 主演も自分助演はその時に会う人々誰もが自分の映画を撮っているどんなジャンルでどんな作品にするか監督の自分が決めればいいいい映画にしたければ自分で細かいカットをたくさん作って努力すればいいんじゃないか細かいカットは多分努力しなければ作れないような気がする人生は映画だたくさんの人の映画の助演になれれば 素晴らしい人生が送れる自分の映画が素晴らしくなる気がする私はたくさんの人の映画に出てみたい友人や知人だけでなく見ず知らずの人の映画のエキスラでもいい自分のいい映画を作ろう今日もいいシーンを撮ろう人生は映画だこれね1年前のちょうど今頃作ったんですけどね正月過ぎでいやー人生ね 私も思うんですけど一瞬の映画を撮ってるようなね私もね時ま考えることがあるんですけどねまあでも本当にねあの詩を書くようになってからものの見方っていうのが私もね少し変わったなと思う時があるのがこういう映画を出していただいてもそうですけど映画を見てもやっぱりワンシーンワンシーン僕らもこの生きてて何かをしてるんだろうなっていうのを 考えたりとか一辺の詩みたいにこう綺麗に生きてみたいなと思うようになったのがね詩を書くようになったからよかったなと思うんですけどねまあ正直な話ライブで滑るとよく後輩に詩人にでもなるかなっつって本当にそれが勧められるっていうかなってきたっていうのも私も嫌ですけどね正直な話、まあ、で詩を最近もポエムの回っていうのを2月に1回やってるんですけどもう3回やりまして。 その時に大抵こうお題的なのを前にみんなでえ出して作るんですけどこの間ね作ったので「電車」ってタイトルだったんですけどそのみんなでそのお題に合わせて沿って作るみたいなこの「電車」って詩をね聞いていただきたいんですけどね「電車」初めて乗るえ初めて乗る電車に乗ると子どもに戻る時があるワクワクして車窓から流れる景色を。 ドドキドキ見ている時が執着駅に着かないでくれと思える景色を見れると人生の最高の一瞬に思える僕が絵が描けたら素晴らしいのにと思えるそんな景色を魚にして缶酎ハイを飲んでいる中年の親父の僕の赤から顔が車窓に映っていた乾杯これね えー、これも一番僕のでで新しいですかね電車でね、あのー、やっぱ思うのが毎日電車乗ってて本当ね初めて乗る行った駅とかその仕事でだけど関東とか本当日本中っていうのは全部、あのー、電車の好きな友人とかで言ってたのが面白かったのが前もう日本中の,あの駅って降りたことあるそれは大抵全部。 JR も私鉄もち降りてますねってやついたんですけどでやっぱり降りて街とか見てその景色とかいつまでもこう頭の中に入ってるっつっいや大きいとことか何か思い出ない」と入ってないですけどあそこ行って止まったなとかちょっとそこからどっかに行ったなっていうのあると覚えてたりしますねって言っててまあそうだろうなと私もでも。 例えば自分の最寄り駅とか隣の駅とかならともかく例えばもう何年も住んでたところでも行ってなかったりするとふっとそこ通った時にああ懐かしいなって感じだけはありますけど全然他のことってないですからねそれね。なかなかかか電車にに乗っっっててどこかに行きたい,っていうのがでもねやっぱ 変な言い方ですけど若い時って電車に乗っててどんな長い時間乗ってても苦痛にならない時ってあったんですけどやっぱ今2時間以上乗ると家計規停車っていうか苦痛になる時ありますもんね昔1回ねもう二十数年前ですけど「18ってあるんですよ青春18切符」っつって23歳ぐらいだったかなけ知って小学校の時の友達と2人であの行ってみようと行けるとこまでみたいな話でだけど目的地は決めとこうと。で高知の 桂浜にと。で前の日に武志ってやつがその新小岩に住んでたのにでそこからで行こうと。ほいで一番で新小岩から東京駅に行ってそしたら行く途中でその武志って友達が仙台に行こうと東京駅行くまで始まっちゃったんですよなんか。ほいで私も「いや仙台ってお前さ坂本龍馬の。 桂浜行ってどうぞ見んだろうっつったら「いやなんか仙台行きたくなっちゃったんだよな」っつって「仙台の方が近いしさ帰ってくるのも楽じゃん」「いやいや行こうと」とそれで乗ってその熱海までまずは各駅で朝市でで5時何分始発で東京駅で熱海に7時半とか8時でこのぐらいはまだ2人で喋ったりしてるんですけどだんだん時間だって初日が姫路までしかや それで,いでそっから泊まって次の日にえー、どこまで愛媛までえー、愛媛まで行って渡って2日かけて高知の土佐ぐらいまなでなんか各駅停車で行ったんです行った時に本当に感無量だなとでこれ電車だからいいけど坂本龍馬とか 東京までこれ一月半とか歩いて山道越えて来たのかって考えると今の時代だからその各駅停車でも電車で2日とかかけてそれもまだその携帯がない時代だったからそのたけしってやつが時刻表でいちいちチェックして「おい私本名の方が基地変わってんねん基みたいなここで乗り換えないと1時間半待っちゃうからとんでもない時間になっちゃうから今度。 ここでで急いいくれみたいな絶対にここであるあの走ってでもあっちの電車に乗らないといけない。でまた面白いのがあの池田高校野球の強いあそこの阿波池田駅ってとこで車両切り替えかなんかで80分ぐらいそこに電車来なくて待たなくちゃいけないんですよ。でそこで池田高校急いで見に行って2人であれが池田高校かっつって戻ってきてまだ時間があってそこからまた土佐の。 まで行ったとかいろいろその時に思ったのが本当にやっぱり昔の江戸時代とかあのまあ九州の友達が福岡の友達が芸人の方がやっぱ言ってたのが夜行バスで東京に来た時になんつったらいいかなともう帰れないんだなと東京に来ちゃったらと簡単には帰れないぞみたいなそう思って東京来たんだよねってのが僕なんかやっぱ千葉の。 <laughs> 流れまんまでダビ子だすぐにも東京だから10分20分で上野だからみたいな東京っていうのはやっぱりそのぐらいやっぱみんな憧れてくるっていうのが江戸に来たっていう坂本龍馬のあれがあの時思いましたねで今度帰る時になったら目的がないからとんでもなくてその武ってやつともうしゃべることもない新聞も読んで雑誌も回して読んでてもでまた戻ってきて「 えー、愛媛戻って姫路戻ってで最後の日が僕長野の松代温泉のところの友達に長野市の方に行くんでそこでどっかで名古屋かどっかで竹志と別れて竹志はそのまま東京までその日帰って僕はそれで長野に一泊してその友達に高崎まで車で送ってもらってなんか帰ってきたようなもう5日間六日間。あのの旅ががだから僕思ったのが 若い時にあ変な言い方だけどもっと旅をしとくべきだったらに例えば日本もそうだけど例えば海外でも,もうどこか一人で飛んでいかなくちゃみたいなやってる若い女性とか男性とか見るとあ旅に行くってことは何かそういう自分の今の時間と違うところが見えたりしていいなっていうのが。 思いますけど、ねまあ映画の話とか電車の話であれですけど本当にあの時の旅っていうのはあや、まあ、今全然考えてなかったですけどやっぱ頭に浮かんできますねあんなにな電車に乗った時間っていうのがあもう一つありましたあのヘラチョンペイさんと行く営業あれとんでもないのが18切符で。 日帰りで仙台まで行ったりとか名古屋まで行くっていうのが一回岐阜まで行ったときに帰ってくるのもさすがにふらふらになりましたけど朝6時10分に上野駅とか東京駅集合して仙台行った時は仙台に1時40分ぐらいに着くんですよ昼の。で20分だけその結婚式の余興でやって20分が25分で2時で。 2時半とかに出て福島まで今度はバスで戻ってそこからまた電車で戻ってくるっていうのが何度かありましたけどでもあれもね過酷な形でしたけど私的には今となったら本当にねうんいや今行けって言われたらギャラもらっても嫌だな高知まで各駅で3日で行けって言われたらテレビ番組の仕事とかだったら行くでしょうけど。 それだけのために行ってくれって言われたら多分何か何癖つけて断るでしょうね私もねさすがにねでもうん電車に乗ってて嬉しくなるのっていうのは外の景色がだん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 東京から離れてってこう失礼な言い方になっちゃうから山あいとか海あいの町になっていくと少しずつ何か自分との生活とまた違うところが見えてくるのが嬉しくなるんですけどね。で やっぱり日本って広いよなっていうそういう時に思えるっていうのが行ってない街って本当にあって行ってない街でいろんな方が生活を営んでて何かをしてるわけですからね本当そういうのを考えるとありますけどねでこの間なんですけどさっきも言いました「ポエムの会」で電車でテーマだったんですけど私電車じゃなくて電気だと思ってメールが来た時に LINE でこれ電気だと思って電気の知ってるのも作ったんですよ。でね電気 ちょっとしください電気のおかげだ夜明るいのも冷蔵庫が冷えてるのも、えー、携帯の充電ができるのも電気のおかげだみんなに元気を電気が元気をくれている電気のことを考えたら心が明るくなったこれね作ったんですけどね電気と電車間違えちゃう私もねいけないなと思ったんですけどねまあでもこの辺ね塩を作ってて ふっと思うのがうんやっぱりこう物とかに対して見る形っていうのがなんとなくやっぱり変わってくるっていうのが自分の中にあ,あこういう自分がもう一人いたんだなんていうのが発見できんのがねこの番組も始めてもそうですけど思う時ありますねだからクリスマスでちょっと作ってくれっていうのがあって去年の,その2回目のポエムの会の時にこれなんですけど。 ちょっとね、季節がもうずれちゃってますけどねクリスマス子供の時はクリスマスが近づくと毎日心の中がイルミネーションを照らすかのごとく楽しかったいつからだろうクリスマスがイベントではなく通り過ぎていく一日になったのは30歳からかな35歳からかな今年のクリスマスは少年に戻り靴下を吊るしてサンタクロースを待ってみようかな ね、こういう形であるんですけどねちょっとえー、ちょっとね番組なんですけどねちょっと電話が入りましてちょっと電話の方出ますんで <laughs> まあねはいちょっとね電話の方でちょっと映画がもう一本明日までの公開のやつがありますんで。 えー、夢町ち映画の日、えー、こちらのほう、最後になります、えー、明日10時、えー、30分から、えー、こちらのほう、えー、浅草ロック夢町ち劇場のほうでやりますので、ちょっと掲示役やった私のほう、こちらのほう、ちょっと見ていただけるとありがたいんですけどね、横犬のほう、よろしくお願いします。 ええかあなたは日本語が話せないと思いますが今は落ち着いて話してください不管是不是日本人我的朋友们会对に家人做什么那就不知道了これが日本の警察のやり方なんですか大丈夫ですよすぐになれますから

明日25日朝10時半から浅草ロック夢町劇場の方で夢町映画の日最終日という形になりますね12月の18日のこれ金曜日で1月から毎週木曜日でやられてた形なんですけどえこちらの方ね私も刑事役で刑事役っていうのも私も初めてでいあ1回ありましたね V シネマでワンシーンだったんですけど渋谷署の警察官僚っていうので白龍っていうシリーズので。 本当ワンシーンだったんですけどその時以来これはガッチリのセリフがあってでいやーねヤクザ役とかで私ありましたけど結構でも私もねあのさっきの「スーパーモーンド」と課長役でプロ,デューサープロデューサーの幽霊の役とかもありましたしいろいろだから一回書き出してみよう北朝鮮のスパイの役とかもあったんですけどあとねやっぱり一番合ってるのは居酒屋のおやじさんみたいなのとか。 八百屋の役っていうのはやもういろいろで今回この刑事役っていうのはね本郷幸雄ってけ刑事本あのあのあの役名なんですけど本郷幸雄っていうのでそのまんまじゃないですか監督っつったのが。だけど幸雄さんって結構幸せの男って私の知り合いでもいますけどあの書いての幸雄さんっていうのは私まあ幸男ですからあので。 これいいい名前ななんじゃないあの上層学院の元監督だった野球部の木口幸男さんなんかも「幸せの男」って書いて「幸男」で「あっ男」って言い方もそうだけど「幸男」で「あ幸男」雪さんで「あ,あそうか」いろんな名前があったりとかそういう役の形があったりするんだなっていのを思いましたけどねまあこちらの方明日が最終って形でも今後、あのー、監督さんとお話しましたら台湾とか中国でも短観的にこれ映画を 流れる形だとでこの江面賢治監督前にもう一作作ったやつが「ワンダー」ってやつがやっぱり今回の「夢まち」でも一回流れたりとかまた違う形でこれ他のところでも流れたりすると思いますんでねまあいつかまたこれ流していいってなりましたら10分ぐらいちょっと一回だから雪男さんだけのいいとこのダイジェストっていうのを作って CM 的に 流してもららえるんだったらっていうので,であの小倉さんとか他の方ふた月前来ていただきましたけど木下さんとか森川さんとか彼女なのも1人ずつとか彼なのとだからダイジェスト的にいいとこの,そのおいしいとこあれですよねプロ野球ニュースで言ったらホームランの特集みたいなそういうのをちょっと作れば作れるからと。でこれ,、C これね、CM っていうかこの予告編も 何度もここでかけたりとかしましたし雪解けでもしましたけどなかなかこれ気持ちいいですもんね終わりもなんかあ見たくなるなみたいなやっぱり予告編ってこの見たくさせるっていうのが予告編ですからねやっぱね。 やっぱこの辺もちょっとやっぱ僕ちゃんと勉強しないといけないのがお笑いでも1分とか1分30秒とかのネタでもまた次に5分とか10分その人見たいなと思わせないと僕らの場合売れない商売だっていうのがやっぱこういうのを見ると今回思ったんですけどねやっぱり予告編がいいかったらあの見てみたいなっていうのが思うでしょうからね。やっっぱり私ももちょっとい考えましたけどいや去年ね本当これも結構 1> 1週間8日9日だったかな結構スケジュール取ってやって楽しい本当の時間っていうか勉強になる時間っていうのがね僕も考えましたけどね、はあ、また今年もどこかで出たいですねという形でしてねまあでもこの番組も本当今日で13回目ですけどねこれなんであのラジオじゃないのにラジオってつけてるんだって言われるんですけど僕はあの昔10年ぐらい30代の時に30から 40なるぐらいまでですか生きがいラジオっていうのを10年間やってましてで面白かったのが優先放送昔は大阪優先放送って言ったんですよでその後に優先ブロードネットワークスになって今だと優先って形ですねあそこで昔ですからまだラジオがもう今から20年近い17年前ですかだから始めた頃が30ぐらいだったんでその時にそこのチャンネルっていうのがあったの優先放送ってお店とかで今はもう時代変わっちゃいましたからね あるとこあるんでしょうけど多分あの音楽を流したりとか多チャンネルであったんですよ今の,あの「スカイパーフェクト t t v みたいに。でそこでシルバーチャンネルっつってその番組2時間撮ると1日に12回流れるんですよ。だから1週間に 12×7 で84回で流れててでその番組を30分とか。 長崎放送宮崎放送佐賀とか琉球放送も一回なんか50周年覚えてるのが特別番組で1時間とかなんか、あのー、宮崎 AM の方であと「ラジオニッポン」でもそこの中のワンコーナーとかをあの別の局でっていうのでコミュニティとかで流してそれ10年やってたのがその2時間の番組なんですけど高齢者向け。 だから今1718年,年前ですからまだそこまで高齢者向けって言われなかったんですけど先駆け的な番組でそれ10年やって言った時に「生きがいラジオ」っつって,言ってだってすごいのがシニアの性について私が30とかで語るんですからでシニアの性を語るってのはなかなか難しいですしそれ図書館行って今みたいになんか調べるもんないんでこれね変な言い方なんですけどあの。 僕だってもうねあと何十年かした時にその老人ホームに入ったりとかあの男性でも女性でもやっぱりいくつになってもときめくっていうのは本当にあるらしいんですよ好きになってしまってそうすると女性だとやっぱり今まで口紅を塗らなかったのが塗ったりとか男性だとやっぱりシャツの襟元をきれいにしたりとか本当に若返ってくってやっぱ恋をするっていうのはそういうのをやっぱ話したりとかそういうのを調べてとか。 お話を聞いたたりしててやってた番組だったんですけどねだってあれすごかったのが通販のコーナーがあるんですけど通販でラジオ通販で売るのがやっぱり補聴器とか売るんですよ骨伝導でつながる「菊ちゃん」とか「六万なんぼ」とかでで六万なんぼとかなんですけどやっぱりそれ連絡来たりしてやっぱり高いですから今だとどうなんでしょうねそれ私もわからないで勉強不足ですけど「骨伝導で聞くそのきちゃん」っ 補聴器の形でそれがやっぱり売れてやっぱりそのどういう形ですかみたいなこちらまでお電話くださいみたいなご質問とかって言うとやっぱりそれを買ってかれる方とかそういうのいっぱいありましたねだから変な言い方ですけどやっぱりアロナダイエットとかでそれ CM とかも出たんですけどそのナレーションとかでそれとかは今のダイエットスーツがあってそれアロナの成分を塗ってお風呂に簡単に入るだけで痩せるみたいな。 我々も、ね、結構そういう商品を売ったりしたんですけどねでラジオこれここも「雪男は詩を読むラジオ」ってタイトルで大抵皆さん「ラジオですか?」って言われたりとかもう一つ土曜日の第4に足立区立おこと2人でやってる「雪どけラジオ」もこれあれは足立区立おこと決めた時にラジオってつく方がなんとなくいいじゃないですかみんななくてとあの雪男さんに会っててなんか匂いがと。 で私ラジオ好きでねたまにあのこちらでやってる夏木さんの番組とか夏木さんが仕事が忙しいから私が代打で行くんですから朝ねそれで知らないゲストの人と「あのー」つって驚いちゃってるから若い2つ目になった話し家の30早稲田出てる方がもうね一生懸命やられてる方が「あのー」つって夏木さんどちらにいるんですかってスタッフだと思って「あの今日私が」 あお相手します「雪男です」って言うと「もう夏木さんに会いたかったんだろうな」ってがっかりしてる顔が <laughs> 出るんですよ「あれ夏木さんじゃないんですか私聞いてたんですけど先輩から,だから兄さんから」みたいな「いやあのね今日は私なのよ」って言うと「雪男って言うんだ俺知らない?」って言うと「いや勉強不足で兄さんすいません」みたいに言って1時間終わった後に「夏木さんに言っとくよ」っつって。 会いたたっってたよっつうと夏木さんもやっぱ女性ですから嬉しくなってね「あそうですか」みたいな、ね、感じになりますけどねこの間も行った時田山ひろしさんって「あ今度来てもらおう」すごいねいい演歌歌手の男の方で「夜桜海峡」っていう歌が僕心に触れちゃって CD やっぱくれましたよ。いや僕のこの歌本当好きでいつか本当紅白」とかで見たいですわみたいななんかね演歌がね好きになる年っていうのがだんだん言葉とか。 あとタイトルでもやっぱり特に詩を書くようになってからタイトル見て商品でもあこれなんかおいしそうだなとか見てみたいなみたいな思うようになってきましたねやっぱここもねやっぱりシーウェーブで「千住ハウス」って最初言ってたような気がしたけどシーウェーブの方がやっぱりなんとなくあなんかこう時代は先取ってるなっていう曲の感じしますもんね。 ハウスって最初言ってたような気したけどなみたいな、まあ、そういうもんだよなみたいなでラジオの話に戻りますけどラジオラジオで詩を作ったんですけどねこれよろしいですかねラジオラジオはいいラジオに出た後は心がうれしいラジオはいい生きてる喜びを話しているときに感じるときがあるラジオの先の人がうなずく顔が浮かぶときがある ラジオはいい毎日ラジオに出たい毎日出るには世に出ないと頑張ろうテレビにも毎日出たいがラジオに毎日出たいラジオを心から愛している自分がいることを今日よく分かったラジオはいいなんとなく僕もたまに朝とか、まあ、夜中もそうですけど車に乗らないんでラジオを聴く機会っていうのがな少なくなってるんで。 ふっと、ね、ああラジオ聴きたいなと思ってラジオ聴いて全く知らない人の,この女性でも男性でもあやっぱり一生懸命なんかあれ見えない人に伝えてこうみたいな心があるようなのを聞くたんびに情報発信っていうのはこう,こういう形っていうのもあるよなみたいな嬉しくなる時があるんですけどねラジオね本当でも一番最初っていうのがラジオってついたので。 昔はね、あの「波の数だけ抱きしめて」って映画があったの中山美穂さんと織田裕二さんのもう25年ぐらい前なんのかなあれもミニ FM ってあったんですよでね僕一番最初出たのが TBS の日比谷シャンテってもう日比谷シャンテあるんですけどそこのとこにブースがあったんですよ TBS が持ってるそれがもう25年ぐらい前でえっ、ー、とね抜群の西尾さんに会った時に2年ぐらい前に初めてですよねって話になった あの西尾さんの方が抜群の「いやいや僕もう20年以上前に西尾さんと TBS の日比谷シャンテだったんですよ」とで僕もやっててあの抜群さんたちがまだデビューしてわー始めた頃だと思いますよつって「ああそうですか」と僕もその頃でデビューしたのがみたいな「すれ違いで」みたいなね片方はねもう確実に何かを掴んでますけど私の場合すれ違いのままで全然下の方行ってるんだなと思ってありましたけどその時にね。 ミニってだいいた半径800メータータとか1キロなんですよで近所のお店の人とかやっぱり聞いててあの言うと聞いてくれたりするんですよねチラシ持っていくと。で松戸でやってたのがもう10あれもう56年前かコントン k z i f m みたいなのあってバンプレストっていうのがあったんですよそこでキラキラメロディー学園っていうのがいてそれが面白いのが今の AKB とかの声優の形を。 千葉ウォーカーと連動してその番組を公開番組でミニ FM をやってってのでその子たちの後番組とかなんですだから配線処理みたいなもんでみんな帰っちゃうんですよ男の子がファンの子が女の子たちの公開番組ですから盛り上がって盛り上がって喜んで朝からいてさ続きましてその頃まだまだ雪男なんて吉里市って言ったんですけど 七殺しのテンパってるねえねって言うと悪いけど帰るよっつって「いやちょっと待ってください」っつって「5分でいいんで見てください」っつってまるでなんかねどっかのロテーションみたいな形になってやっててほいでしょうがないから一番最初に持ってきたコーナーってのがマニアック漫画コーナーっつってで漫画を説明してその本を出すんですよバーンと「なんとかつ」つタイトルっつってで「知ってます」っつって男の子たち私よりもよっぽどそういうのに精通してますからそんなの知ってるよみたいに言って。 1>, で1名にあげるっていうので私のサイン書いてでも残る子が3人4人やっぱ出てくるんですよねその本欲しさに。で毎週いるやつでもう君たち以外さ誰か呼んできてよっつってラジオなのにその人を目の前にして話さなくちゃいけないみたいな50分あれもう30分の番組だったかねやってましたね25分ぐらいで,で。コミュニティ FM っていうのが やっぱりあの阪神の大震災以降にやっぱり地域の密着の形で作られて、あのー、あれもいろんなとこ太田市のっていうのもねちょこっとの間持ったことあったんですよレギュラーであれであのスマイル FM とかもあそこも生きがいラジオ流れてたりとか葛飾 FM っていうのが一番いや違うな。 FM 浦安ですねあそこよく出ましたけどゲストとかでその次が「葛飾 FM」ですね出たのが。なん,かなんとか西東京とかいろいろなとこなんかその一時出,出していただいた記憶がありますねで音楽番組なのに夜中の2時とかでネタやるとかねよく分かんないようなその後になんか「好きな曲なんですか?」みたいに言われて「えちゃんのじゃあ YESMYLOVE を」なんて。 夜中の虹らしいようななんだか読んだか分かんないような番組に出たりとかねいろいろありましたけどねいやだけど本当にねいろんな形でラジオうーん生きがいラジオね本当10年やって終わる時にあこれでなんか毎週その台本作んなくていいんだと思って3ヶ月ぐらいしたらこれラジオやれない寂しさっていうのが出てきましたからねやっぱね。 いやーほんとねまたラジオどこかでね、まあ、これもねタイトルのごとく「雪解けラジオ」もラジオでラジオ得トーク稿していこうってね毎回思ってるんですけどねまああとこの詩を書くようになって何かね私の中で一つあるのがそのラジオ的な問いかけっていうのが分かってきたような気がするんですけどねでつい最近なんですけどこれね作った時に俺もやっぱり何かこう 何かななくしてるんだな自分の人生を年を取ってきてとまあちょっとこの詩をね聞いてほしいんですけどねタイトル「ときめきたい」「いつからだろうときめきたい気持ちにならない」「何かあると興奮しておたけびを上げていた」「10代や20代の初めの頃みたいにときめかない」「どうしてだろうただ生きている」「興奮してときめきたい」 誰でもいいから、ときめくく方程式を教えてくれ。ときめきたい枯れて消える前にもう一度あの頃のようなときめきを味わってみたいこれねふっとねこの間パ,パパパッと書いた時に「どうしてかな?」みたいな何かこう熱くなって相手のまあ失礼な言い方ですけど胸ぐらラ掴んじゃうようなってのはな、まあ たくくなくなってきてだん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 その嬉し涙悔し涙も少なくなってるなって何かこの芸人になったっていうのは僕の場合一人よりもやっぱり興奮するからどこかに情熱をぶつけなくちゃいけなくてこっちに上がったような気がしたのになんか客席から見てる自分がいるような時があるっていうのがちょっと怖くなってるなっていうのがねこの詩に。 書いたた思ったんですけどねまあ、この間なんですけどね本当とに暮れん時だったんですけど去年のもう2ヶ月ぐらい前ですけどほんと何年ぶりかもう10年ぶりぐらい近いかな迎え酒をしたんですでお酒飲んで酔ったらもう次の日とか1日半とか2日飲まないようにしてるんですけどこれね「向井酒」をなんだかわからないけどこの詩を書いた後にときめきたいのなんかまずは。 酔ってるけど昨日の酒が残ってるけどもう一回飲んでみようみたいな思ってってこれ死にしたんですけどね「迎え酒」「久しぶりに迎え酒をした」「若い時はしょっちゅうやっていたが年を重ねることできなくなった」「久しぶりに今夜やってみた」「花も湯」の最終回を見ながらゆらゆら飲んでゆらゆら酔った「迎え酒」だった。<laughs> ハナ <laughs>、ね、も言ってあの大河ドラマで去年ねほんと久しぶりに1年間見ちゃったから最後まで秘書率うんぬんとかじゃなくて見て最終回見ながらこの大河ドラマって一人の一生のを1年毎週50分ダイジェスト45分ダイジェストにして50回とか51回見せるわけじゃないですかで最終回見ながらゆらゆら飲んでゆらゆら酔ってた時に、はあ ただだ春ののの夢の如しにこれ終わっていくんだよな誰も彼もどんな英雄だろうがそういうのでもとか思いながら考えてねこれ書いたんですけどねまあでも本当詩を書くようになって一つ良かったなと思うのが酒飲んでてなんかふっと浮かんだ時に書き留めて何かをしようと思う自分がいるっていうのがねいいあれになってきましたけどねネタとかもね。 書いてその時酔っ払って書いて作るとねネタの場合だとめちゃくちゃな構成になってたりとか訳の分かんないオチで特に私の場合オチが下手な芸人だって言われるぐらいですから思う時あるんですけどね私最近で一番好きな詩を最後に皆さんに届けて今日はねだんだん終わりにしようと思うんですけどねこれ好きなんですよ私つくばさんつくばさん子どもの頃から遠くの町から毎日見ている。晴れ曇り雨雪の日も 毎日見ている引っ越して角度関わっても毎日見ている子供の頃山の形が食べかけのおにぎりみたいだと思った筑波さん大人になっても食べかけのおにぎりにしか見えない筑波さん富士山よりかっこよくも有名めでもないが筑波さんが私にとっては日本一の山だ今日も今心に収めた。 筑波さんね、いろいろ子供の時に、ね、遠足でも行きましたし高校の卒業式の日みんなで車で行ったのも覚えてますけどねもう最近はもう全然もう20年以上行ってないですけど筑波さん本当何かあると私実家お袋の実家の方が土浦なんで筑波さんちょっと行こうやみたいな何度か家族でも車で行ったしおじさんなんかとかばあちゃんが元気だった頃とか行ったような記憶ありますけどねガマの油売りをね覚えようと思ってね 何とかやったんですけど私あれなかなかちょっと難しいなと思った時はあったんですけど筑波さんね毎日我孫子住んでる時でもそうでしたけど今、まあ、流山住んでても筑波さん見えて富士山も見える位置があるんですけどやっぱり筑波さんの何とも言えないんやっぱり山が見えるとこの人っていうのはそういうとこみんなあると思うんですよねやっぱねそういうのが。自分にとって、まあ、富士山というのはね一番のこの日本では、ね、世界に誇れる山ですけどねこちらの方ね。 私が今一番好きな詩を最後にお届けけしたんですけどね今週だったんですけど初めての試みで私一人でねあのやってみたんですけどもうだんだんお時間の方なくなってきましてまた来月は3月23日、えー、この時間水曜日2時から2時50分「やだん」ってトリオの結構テレビ出たりとかコントやるなかなかね面白い売れそうな感じのねトリオの芸人さんを呼んでますんでね。で3月月日第5週っていうのが3月で えー、形的に最終の形になりましてそこはちょっと西里香さんって生きがいラジオ一緒にやってた方でもう全然会ってなかったんですけど LINE でね番号私もなんか携帯なくして LINE で相手が LINE だと残ってると来たりするんですよねそれで友達かもって「ああ西さんだ」と思ってもう10年以上会ってなくて送ったら「あああありがとうね」みたいな来ちゃんみたいな。でちょっと同窓会的じゃないですけど2人で話したいなと思って前もね他の番組やってる時にあのー。 小田急春クでやってる時に出てもらった時になかなかねあの方も綺麗な方でね私も年上ですけどね結婚してなかったらクでえで見ようかなと思ってるんですけどね番組で <laughs> そういうことでしてねまあさっきも言いましたけど「スーパームーン」の方3月18日夜7時から。 シネカフェ外10畳です、これは調べていただければシネカフェソテ外10畳で、えー、3月19日土曜日昼1時からシネカフェ外でこれ19日の日の方は私も舞台挨拶の方行きますそうしましてさっき流れました刑事役の方やりました、えー、夢町映画の日で明日十10時30分から浅草ク夢町劇場の方で朝です。 朝ですけど10時半から、えー、こちらの方、いずれンジ監督の作品を見に来たって言っていただけるとアカウントの形で、えー、いろいろ私らの方、ありがたいんでよろしくお願いいたしますって形です。まあね来月もそうですけど、今週末はこちらの方で、千住お笑い伝説ライブ、その後雪解けラジオが夜9時から足立区立お琴で、今月はねなんかおこのぎってのゲストが東京芸大の方が来るっつってね。 いやーここのところやっぱりね普通の方カバン職人の方とかいろいろ美容師の方とか来て頂い,いててだんだんなんかやっぱりいいですね。普通の人と50分 3人4人で話すっってていいううのもラジオ的っていうかねやっぱり芸人だとかねタレントさんだっってやっぱり自分のセールスっていうのが先になってきますからねその辺ありますけどまた来月3月23日この時間でね会いましょうだけどあれですねこれ見ていただいてる方に言われましたけどねもう少し詩を読めって言われたんですけどね今日はねたっぷり聞かしてやっただろだけどな本当に言っとくけどなあれだぞもう100年経った時俺の死が残った時にはな 後で教科書で見れるようなな形にしますからね <laughs> 偉そうに言ってますけど私もね全然すまないでね今年は少しでも3月以降また進めていきたいなと思います雪解けラジオの方もそうですが雪、えー、雪ところは塩読むラジオの方も皆様方と またいろいろな形でこちらの方メールとかいただけるとありがたいですよろしくお願いいたします、えー、来月3月23日はやだん、えー、3人の鳥を芸人の方が来ていただけますそしてえ今週の土曜日なんですけど夜9時から雪解けラジオその前が千住お笑い伝説が7番からあります遊びに来てくださいこちらの方 C ウェブの7回ですよろしくお願いいたしますまた来月お会いしましょうさようなら